こんにちは、自由民主党の河野太郎です。今朝、自由民主党のエネルギー特命委員会というのがありました。山本石太委員長のもと、再生エネルギーの固定価格買取制度の議論をしっかりやりました。大変いいものになったと思います。きちんと太陽光、風力、地熱発電、その他の新しいエネルギーを定められた価格で買って、買うことを電力会社に義務付けて、再生可能エネルギーをどんどん増やしていこう、そういう方向で自由民主党は意思統一をすることができました。100点満点とはいきませんでしたけども、90点と言っていいんじゃないかなと思っております。自由民主党は原子力一本槍だったエネルギー政策を転換をして、きちっと正しい方向にこの国を導いていこう、その何歩かを歩み始めたんじゃないかと思ってます。